もうこれとかも、これ俺何話したか聞きたいわ。これは、これ何話したの、これ最近ハマってる。なんかね、なんかねえだろ。そんなわけねえだろ。ね、まあいろいろあってね、その伝えたいことがあったんで、ちょっと。ああ、そうなの。まあ後々ちょっと分かることなんで、今はちょっと言えないで。ちょっと俺に対するフラストレーションがあったんでしょうね。見ておけよみたいな。あとは先にレオナって言ったから。そうタケルのね、あの強さってパンチだとか蹴りとかね、皆さんもうお気づきだと思うんですけども、はい、実はね結構打たれ強いんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。あのね、顔も相当クリーンに入りそう。ザマッチ天津戦終わってベルトは返そうと思ってるから、あとの K1 は頼んだよっていう話だったんで、ここでチャンピオンになったら K1 引っ張んなきゃいけない、あとは頼んだって言われたんで、まあ、勝って自分が手に入れるしかないなと。約束は必ず果たす。